小原和夫は、日本の生物学者。学位は、医学博士。札幌医科大学医学部助手、新品機大学医学部助手、静岡県立大学薬学部講師などを歴任した。1950年、岩手県にて生まれた。その後助教師、東京理科大学理学部第一部科学科に在籍して、科学を治め、1975年に卒業した。次に、 東京理科大学の大学院に進み、1977年に理学研究科の修士課程を修了した。この時、東京理科大学より理学修士の学位を授与されている。また、後に札幌医科大学から医学博士の学位を取得している。論文の題は、単理平滑筋細胞に関する研究、東京理科大学の大学院を修了後、 札幌医科大学に採用され医学部の助手として勤務した。一時、入リノ医大学にて医学部の博士研究員として勤務するも一貫して札幌医科大学に勤務した。その後、1993年に新品機大学に採用され医学部にて研究員となる。後に承認し医学部の助手となった。1995年からは、 静岡県立大学に勤務しており、薬学部薬学科の講師を務めていた。また、大学院では薬学研究科の講師も兼務した。薬学研究科が生活健康科学研究科と統合され、2研究院1学府に再編されると新設された薬学研究院にて講師を兼務した。2016年3月31日、 静岡県立大学の薬学部と大学院薬学研究員の講師を退任した。平なめ筋専門は生物学であり、医学や薬学とも関連の深い生理学や薬理学を中心に研究を進めている。研究対象は筋肉や血管といったものが多く、特に平なめ筋に関する業績は多い。平なめ筋の収縮調節機構を研究しており、カルシウム動態や タンパク質のホスホリル化といった分野に主眼を置いて調査している。ただ、平な目筋ばかりを研究しているわけではなく、組織学的に平滑筋ではなく黄門筋に分類される骨格筋についても研究しており、進展刺激に関する研究を行っている。ジップは岩手県庁の職員であったが、在野の植物学者としても著名な存在であり、独学で続けた研究が評価され、 北海道大学から農学博士の学位を授与されている。特に、白爪草など社軸相続に関しては、日本を代表する。自宅にクローバー畑を作り多様性クローバーの研究に没頭しており、春先になると一難をはじめ一家総出で葉の多いクローバーを探したという。後に18葉のクローバーを発見し、世界最多の葉を持つクローバーとして2004年に、 ギネスワールドレコーズに認定されている。また、2009年には、従来の記録を大きく塗り替える56用のクローバーを発見し、翌年、ギネスワールドレコーズに認定されている。しかし、父は、すでに亡くなっていたため、長男であるカズオが一家を代表して認定証を受け取った。なお、一男は、ゆくゆくは、自分が岩手に戻ってきて、 医師を引き継ぎたいとの決意を表明しており、退職後に研究を引き継ぐ考えを示している。ありがとうございます。